ドラフトチャンネル、プロデュースドバイ高校野球 .com。 皆さんこんにちは。今週も始まりましたドラフトチャンネル。この番組は野球ファンの皆様のために、今期のドラフトで注目される選手や全国津々浦々で行われている試合の情報をお送りするニュース報道番組です。 MC の私、船木詩子と、野球報道サイト高校野球 .com からお招きした記者の方とでトークをしていくのですが、すいません、今週も今週も川島記者は試合の取材のため、スタジオにお招きすることはできませんでした。すいません。従いまして、今回も報告レポートは音声でお送りし、番組後半では川島記者に電話をつないで、ドラフト情報などをお届けしていきたいと思います。そして、先ほど声が聞こえたと思いますが、本日のゲスト、今回もこの方にお越しいただきました。こんにちは、新刊 JP 編集部の山田です。はい、もはやゲストなのかというそうですね、ほぼレギュラー化してるような感じなんですけど、はい、この収録を楽しみに1週間過ごしております。ありがとうございます、はい、私も楽しいです。はい、ここ1週間野球、まあ今すごい試合盛んにたくさんやってますけど、もう先週土曜日にもう都大会始まったから、はい、この番組のディレクターの、N 君としますけど、N 君と一緒に予選見に行こうって、神宮球場に行こうと思ったんですけど、雨だったじゃないですか。そうですよね。でも全試合中止になっちゃって、もうしょうがないと思って、その彼と一緒に神宮第二球場の近くのコートでフットサルやって、野球じゃなくてフットサルやって、まあやれますもんね。ゴルフ場とかもありますもんね。もうフットサルの思い出しかないです。野球の思い出ないです。先週は。そうですよね。はい、私もちょっとあの母校の試合があって、昭島に行きました。ホームページ見るのが遅くなっちゃって、全試合中止になったと思わなくて、小雨だから行けるだろうと思って昭島に行ったら、やってませんでした。あれね、情報見るのね、高野連のサイト、はい、そうです、そっちを見たんですけど、そうなんです、朝日に出てました。気づかなくて、なね、ツイッターが一番早いような気がする。あ、本当ですか。ツイッターは見てなかった。なんか都大会中止とかで、はい、と割とすぐ出て、あ、本当ですか、うん、今度からそうします、うん、ではでは、山田さん、本日もよろしくお願いします、はい、本日も野球情報盛りだくさんでお送りします。ドラフトチャンネルスタートです。高校野球 .com 調査団からの今週の報告レポート。このコーナーは毎週登場する記者の皆様から今週あった出来事を聞きつつ投稿していこうというコーナーです。今週のレポートはこちら。地方大会開幕、各地で波乱が、番狂わせは意外ではなかったということで、高校野球 .com 記者の川島さんからレポートが届いておりますので、こちらの音声をどうぞ。皆さんこんばんは、ドラフトチャンネルからの皆さんこんばんは、高校野球 .com 編集部の、川島でございます。本日も、ご視聴ありがとうございます。では今週のですね、報告レポートということでですね、地方大会開幕ということで、全国各地で今波乱が起きているということなんですけど、まず一番センセーショナルなニュースとなりますと、あれですね、花巻東が敗れたというニュースなんですけど、なぜあそこの、敗れたか、ちょっと前兆というかそういうのがちょっとありまして、私、6月に東北大会に、岩手県に行ってるんですけど、あまり状態が良くなかったんですよね。何が良くなかったかというと、バッティング。非常にバッティングの調子が良くなかったことということと、あと、あまり、チームとしての気迫というところですかね。そういうところにちょっと、いつも以上にちょっと不安要素が、かなりあったんじゃないかなと思いまして。そこを、うまく乗り切り、夏の大会で乗り切れるかっていうところが、課題だったんじゃないかなと思います。初戦の相手の、盛岡工業というチームなんですけど、ここ、ノーシードなんですけど、ちょっと実は怖い、結構春で、怖いチームでですね、そういうわけなんで、で、盛岡工業って春にですね、代表決定戦ですね、今年の、盛岡の優勝候補である、
盛岡大府にですね、3対2の2対3の接戦を演じてるんですよね。まあ強豪校に接戦試合を演じてるってことはそれなりのやっぱチーム力があるということで、やはり怖い存在だったんじゃないかと。まあこの試合、接戦演じてまして、まあ花巻東が6回の表に1点を入れてるんですけど、それ以降点を入れてないんですよね。まあ、これって非常に逆転される要素っていうのは非常に持ってたということで、まあ8回の裏に3点入れられて逆転負けをしたんですけど、まあ不思議ではない結果ですよね。まあちょっと花巻東として非常に残念な結果になりましたけど、まあ、非常にやっぱりチーム秋もやっぱり有力候補として期待されるチームなので、ぜひ今後も取り返してほしいなと思いますね。まああと他ではもう長野県では春優勝の松本第一、まあ、北海道で支部予選ですね、全道大会優勝の札幌大谷も負けていまして、まあ全国各地で結構強豪校が負けている事態で結構波乱が起きてるんですよね。まあ松本大地は去年夏のベスト4の小諸商業に敗れまして、まあで他長野県では長野商業、まあ、春ベスト秋ベ北進するベスト4の長野商業も東京都市大附属に負けているんで、まあ全国的に結構ちょっと多くなってるんじゃないかなと思います。で結構最近今雨が多くてですね、結構まだ大会がまだあまりスケジュールが消化できてないので、大会消化できる今週末からがだんだんちょっとそういういい試合が多くなってくるので、まあ来週以降がちょっと波乱が起きるんじゃないかなと私は見てます。であと、そうですね、私も今東京と千葉いろいろ見てますけど、まあ東京では早日の清宮幸太郎選手の第51号を放ちました。まあこの試合、まあ、非常にすごいですね。まあ結構外角低めの緩いボールだったんですけど、まああれを非常に振り抜いた打撃でですね、まあ非常にすごいうまいバッティングを見せてくれました。で、あと千葉はですね、まあ火曜日に3試合見たんですけど、まあ非常に競り合いでですね、まあとても1回戦と思えないレベルの高い試合を見せてくれまして、まあ非常に面白い試合でした。またちょっと明日以降も千葉県を重点的に見ていきたいなと思いますので、ちょっとそこをまたいろいろとお伝えしていきたいなと思います。ではまた、よろしくお願いいたします。失礼いたします。はい、ということで川島さんからのレポートでしたが、あ、やっぱり花巻のことはです、ね、まあ、喋るだろうなと思ってましたけど、はいはい、いや みんながびっくりしたというか、まあね、うん、地区の最初で負けるとは誰も思ってないですからね、はい、まさかのまさかで、まあ、対戦した盛岡工業っていうのもなかなかの手強そうな相手だったんですけど、力のある相手だったみたいですね。でしかも不調だったっていうのが花巻東が、バッティングとチームの気迫がないと、うん、そうですね、なんか春から夏にかけて上がっていくチームとなんか抜けちゃうチームとあるんですね、やっぱり。なるほど、そういうところがもう出たところが花巻東だったっていう感じ、ね、うん、いやなんか僕は勝手な想像で、はい、まあ、毎年甲子園出るような高校って、はい、地区予選の最初ってピークを持っていかないんですよね。あ、はい、直前まで追い込んでちょっと落ちてる状態で大会をこなしながら疲れが抜けていくっていうスケジュールで大会に臨むので、そのパターンかなと思ったんですけど、はいはい、そうそう、だから割と本当のすごい強いチームって地区予選の1回戦で負けちゃうことってたまにあるんですよね。その時のコンディションが悪すぎてっていう、で花巻東もそれかなと思ったんですけど、はいはい、まあ、ちょっと違うみたいですね、話を聞くと。